お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらエリポンゴールデッキやっていきたいと思います。というわけでこちらのデッキね、今めっちゃ強いです。まあ結構前に僕も愛用してたね、昔流行ったデッキの一つなんですけど、これがねマジで強いです。というのも、まあ、スケドラ、ライドラ、エリポンですね。この組み合わせがせこいですね。まあ、相手がファイボだろうが、ポイズンだろうが、まあ、ライトニングだろうが、ロケットだろうが、まあ、何かのスペルを持っていたとしても、すべてね、エリクサーポンプに使わせるんですよ。で、エリクサーポンプに使わせたら、もうスケドラもライドラも無双するっていう、もうせこいですね。で、まあ、相手がクエイクとかを持っていた場合は、まあ、エリポンを置かずに、まあ、クエイクデッキはね、こう、ライドラとかスケドラが基本的にきついので、まあ、生きていくよというような、まあ、ここの3つで、相手の中型スペル、まあ、大型スペルを枯渇させる、スペル枯渇ね。ゴレデッキというわけで、まあ途中ね、ゴレ本当出さなくても勝つようなシーンとかも出るようなね、もうここの5枚で勝てるデッキなんですけど、今日はね、こちらでやっていきたいと思います。もうね、この仕組みが強いっすね。本当に、エリポンにスペル打ったら、ね、空いけるし、なんなら最初の段階で、なんかもうね、ランバースケドラとか、ダクプリスケドラでね、なんかプレッシャーかけちゃうんですよ。そしたら基本的にやっぱスケドラって、まあ地味にやっぱ対処めんどくさいので、相手がね、スペルを打ってくれるんですよね。そしたらエリポンが生きるし、まあまあまあ、逆でもいいんですけどね。とりあえずもうね、なんかこの仕組みが強い。そう、相手これ8枚プリント被ったのはまあでかい。で、今回相手コカッちゃんかな、まあ、プリンロケってことはまあほぼ確でコカツなので、まあ、今みたいにエリポンに毎回ロケット打ってくれると、もうゴレの公園のね、スケドラもライドラもね、もうパーティーします。で、逆に、スケドラとライドラとかにロケット打ってきたら、来たらですよ。そしたらエリポン置けばいいんですよね。もうそれの無限ループをしていけば、気づけばね、相手は終わります。さあ、バルキリー、タクンピン。いやー、うまいですね、この。インフェなのかな？テスラだったらバルキリーをね、棒で使わないと、溶かせないからな、大抵。さあ、まあ、これスケドラ追加でいきましょうか。で、プリンあっちに咲いてるから、もうこのスケドラが、いいね。もうスケドラが強いですよ。いや、うまいですね。ヤリゴブリンでね、スケドラ処理。まあ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 。インフェっていうのが分かった。緊急度したいっすね、ぶっちゃけ。タル使っちゃいます。さあ、まあエリポン受けます。で、まあ、ここはエリポンにロケだと思うんですけど、まあ、後々ね、多分、ゴレライドラで形組んだら、2周目のロケットで多分防衛してくると思うんですよ。ゴレの攻撃をね。そしたらね、エリポン置いて、さらに流れを掴んでいきたいが、これ多分、ケツゴレと被せるようにワンチャン始まい。さあ、来ない。まあ、これはゴレでいいんじゃない？逆サイ来ても、ダクプリ、そしてタルーが回るので、なんならこれ、キング軌道でいいな。うん。ほい。オーケー。いや、キング軌道マジででかいっすよ。こっからは最悪ゴブリンバレルも無視できるんでね。いやー、もうちょっと頑張ってほしいな。で、スケドラ追加しとけば相手絶対めんどくさいでしょ？普通はね。いや、でも、いい防衛だ。いい防衛だ。さあ、リポン食う。まあ、流れは僕ですからね。ダメージ的には、まあ、そんな変わんない。そんな変わんないでトントンなんですけど、まあ、キング起動してるからな。さあ、キング軌道命。横、プリン入る。さあ、ケツゴレ行こうかな。で、なんで右にしたんかはね、なんか右の方がダメージ受けてたから、なんとなくの右です。正直どっちでもいい気がする。で、こっからですね、インフェのターゲット取りたいので、僕は。正直。さあ、守って、ユニットで守って、このカウンター熱いっすよ。で、ライドラ。まあ、間に合わないかもしれないけど。まあ、このスケドラもね、プレッシャーになる。いや、いいよ。いや、あれ、引っ張るか。ライドラのチェーンでやる。いや、いいね、いいね、いいね。左側が意外とダメージ入ったんだ。いや、でも、問題こっからですね。時間が時間なので、エリポン置くね、余裕がないっていうか、置かなくていいっていう、多分。さあ、相手回転速いっす。来るっすね。始めプリン合わせてくっかな。さあ、来ない。一回落ち着いてきたね。こっからっすね、マジ。で、あのプリンをやっつける用のダックプリンっすね、これは。で、タルババ温存して、攻めで使えるとね、神。
で、ここにやると基本的にこれを延命するなんか小物がねよく来るんですよ。そう、そこ逆にねうまいことチェーンでロケボーイか、いやこれロケのコスト的なゴレが、いやめっちゃいいロケ、マジか、良すぎるやろ。いやしかも攻めてる俺使ってしまう。さあ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 飛ばしてね、危ないよ。さあ端前行こう、端前行って相手のあのプリのね手を取りながら、さあインフェアもどうでもいいですからね、ゴレの攻撃でねダメージを稼いでほしい、ダメージ稼いでほしい。ライドラ、ライドラ頑張れ、君ならいける。ライドラちょっと稼いでくれ、ちょっと15秒、これロケ打たれると僕負けるんでね、最後もうぶっ放すね。ロケ打たれる手で、さあ外、いやロケ打つコストがあんのか、やめてやめて、うい危ねえ。いやでもこれ相手防衛バカうまいっすよ。なんかもっとね楽に折れるかなと思ったんですけど、ライドラとかスケトラね、まあ、あとインフェを壊すのもうちょっと頑張れたかもしれないなと思ったんですけど、攻めたれでね、まあなんか思ったほど突破できなかったっすね。まあ今みたいなのをもっとこうなんか綺麗にできるといいというか、まあ序盤の間にねライドラとかスケドラとかにロケット打たして、ファイブ打たして、ポイズン打たしてができると、まあ後半エリポン残ってねもっと楽に戦えるかなと。まあエリポンにスペル打ってくれるだけでもね全然ね悪くはないんですけどね。さあ今回小屋小屋ですか、いや小屋な、最近 YouTube で当たり前に当たってんな、なんか毎日小屋一戦みたいな、そんぐらい小屋引いてる気がする。さああのホバリングちゃんちょっとめんどいんだね、さよならして。さあマザネク型、いやこれバカ多いなマジ、いやこれマザネクがねよいしょ、この豚がねちょっと厄介か、まあまあこれ無視して、でファイボですね、こやこやはファイボなので、まあエリポンにファイボ打たれるですが、ファイボ使うとこのね次のゴレの後衛のスケドラライドラ生きてくるはず。まあ回転がちょっと早いっていうのが痛いですね。でもこれはねもうオーブン許容するしかないですね、これちまちま対応してると余計なんかピンチになるので、もうこれダック、まあランバーかな、ランバースケドラつけて、まあ、ダックプリもつけれそうなのつけてゴリ押します、ゴリ押し大事ですね。さあで溶かしてファイボが回るかな、でもエリババが強えな、エリババが強え。さあちょっとマザネクねちょい厄介なんで引っこ抜いて、まあまあまあここファイボは使ってくれんかな、オーブンだけ今日とかかな、いやでもそこそこにダメージ入るっすね。いやーオッケーオッケーオッケー、まあまあまあ悪くはない、悪くはないな。2倍タイムになってライドラの活躍に僕祈るしかないっすね、ライドラかな。でエリポはねもう置く必要がない気もしてくるんだよな、正直どうだろうな、なんか小屋のこのダメージがさもう痛い気がするんですよね。だからもうライドラ一生飛ばしてライドラに5打ったらスケドラ追加っていうので一生なんかもうイチャコラしといてもいいか、ライドラ最強なんですよ、相手まで処理できないのでこれね。でライドラに5打つまではスケドラ追加しない方がいいですね。でホバもいるかな、相手がユニット低めならうまいっすよね、ちょっとよいしょ、いやいい、いやいい、ナイス。まあこれを繰り返していくっすね。そしたらまあいや一回リポイントがなったかな、むずいよね。そしたらいつかねここにね5打ってくれる気がするんですよ僕は。でこれ5打たしたらスケドラ追加でもう勝ち確なんだけど、相手も上がってるからそう簡単に打ってくれないよね。うん、さあれ巻き込んでよいしょ、ライドラ、おライドラサボったな、よいしょ。いやーこれねずっと守られるとちょいめんどいぞ。うん、さあ耐えです、今耐えの時間です、クラロは我慢大事ですからね、マジ。いやーワンチャンエリババが強えよな、オーブンも強えよな、突破できねえよなさすがに。
いやー、まさねくんもいるもんな。え？負けだと思ってたんですけど、勝っちゃいましたね。さあ、よろしく。で、この人、あれじゃないかな、スパーキー、あれ？なんか、デー族がいるんですよね、たまに。デーの名前の。よくスパーキーなんですけど、全然違うっすね。ラバです。ラバに対しては、ラバと同タイミングでユニット出すと、端前でね、こう、ユニットが背中向けちゃうんですよね、相手のユニットに。で、簡単に対空処理されちゃうから、基本的にラバに対しては逆サイコ行ってからの方がいいっすね。よいしょ。これ、どっち焼かれてる？ランバだよな。あ、オッケー、ランバが焼かれてくれてないって今やばかったんだね、逆に。さあ、で、ここは相手、ヤナの裂いた、スケドラの範囲も使いながら、攻めるというか、守ってね。で、この残りに陸をね、添えるの大事ですね。まあ、ランバーでもダックプリでもなかったので、タルコバ。で、陸ドラドラの形が、これがまあ強いんでね。これを作るイメージをしていけばいいです。なんなら、これ僕守っただけなんですけど、まあ、ダメージすごい勝ってますね。ほら、もう一回繰り返しますね。もうエリポン置いて守ります。で、相手今のところスペリ柳雨だったんで、よいしょ。もうこれ守ればね、まあ守れなくても最悪いいんですけど、いや、OK、一発これ許容して、残りはね、ディガーあったのでディガーにちょっと残しておいてね。さあ、たまたま今来ねえかなーなんて、ダックプリとか出しながら、いや、来ないんすよね、それがまた。さあ、リークでちょっとね攻めて、もうライドラスケドラでラバーとかします。それ以外は全部あの端前に出しておいてあげましょう。いや、ここはスケドラ出していいですね。で、ライドラでラバーとかします。いや、もうなんか相手なんかボッコボコにされてるけど大丈夫かな俺。さあ、ライドラが最強なので、こんな感じでね、もうライドラスケドラ以外は端前出してあげて。いや、マジゴレいらねえじゃんってデッキなんですけど、本当にそうなんですよ。ゴレいらないんですよね、マジで。これもう無視します。どうせ1本おられるんで、1本あげます。1本あげてからの、もう真ん中これザーンで、まあ僕の負け筋はこれキングおられることなんで、それだけね、一応気をつけて防衛します。インドラでハゲてますけど、あれぐらいのハゲはね、許容しましょう。少々のハゲはね、もう人類皆よし。で、まあタルババもうこれ多分守る必要がないですね、ぶっちゃけ。マンスケドラだけちょっと邪魔かなとか、芝取れない。いやいや。OK。ライドラ戻ってきた。まあ今の間にストラ守れますし、まあターン折れる。え、待って。あ、折れるっすよね。今折れなかったら、キングにバルーン来てちょっと危なかったっすね。まあでもなんか本当ゴレ一回も出してないんですけど、こういうデッキっすね。まあ、余裕があればね、もっとゴレ出して組んだりとかもできるんですけど、状況に応じては、もうゴレ出さなくて勝てますね。守ったカウンターユニットで攻めて、エリポン置いて、また守って、そのカウンターでちょっとだけ攻めてを繰り返してると、どんどん有利になっていくデッキですね。守れば守るほど有利になっていきます。さあ、よろしく。いや、今日引きが悪いですね。エリポン初手には来ないものの、5番目までは来るんですよ。で、このスケドラの位置がエリポンだったらね、神だったんですけど。さあ、よろしく。いや、もう序盤にファイブをポイズン、ライトニング、打たしてエリポンゲーミングね、やっていきたいですね。相手、なかなか出してこないな。さあ、プリン。いや、コカツちゃんか。またか。さっきのコカツだったな。コカツ？プリンちゃん買おうか。さあ、これ取り寝で、全処理してあげて、よいしょ。さあ、ダークプリナイス。いや、エリポンが欲しい。これもう、することはないんで、ちょっとゴレ展開しちゃいますね。
で、まあスケドラつけるぐらいかな。いやこれうまいっすね。まあこれあの折られない程度にね守ります。でスケドラだけつけて、普通枯渇ってスケドラきついんですよね。だってロケットなんで、ハイボだったらねこのスケドラも全然ですけど、そうロケだとある程度、いやランバランバあれまさかのスケドラではなく、ランバー君がめっちゃ刺さったな。でかいっすね。で、インフェっすね。インフェっていうのもちょっとやだけど。いや、ダークプリナイス。これナイト連盟してくんのかな。まあ、されてからでもいいけど。されてからでもいいけど。おい、されないな、でかい。で、これ絶対対応してくる。これコースがちょうどないんじゃない？ロケのコースがちょうどナイトに乗って。いや、これは。一夜ど？一夜ど。まあ、このナイト今トレネ使ったんで何とも言えないんですけど、まあ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 悪くはないですよ。ライドラ真ん中とスケドラ隅っこでいい感じにしていきたいな。いや、これはいい、美味しいんじゃないか。あのプリンセスゴーレが竹取ってくれるんで、あのプリン分食っすよね。で、これ樽だけで、まあ全部、ちょっとね、はみ出てるのもいるけど。よしよし。いや、流れとしては悪くない。流れとしては悪くない。さあ、レイジがね、欲しい。なんだロケをね、打てるもんなら打ってみろと言わんばかりの、この感じ。で、ライドラ、ライドラ、早くチェーンして、チェーンしてくれ。チェーンしてくれ。いや、これ、いいロケが来るっすね。スケドラの追加がいらないのかな？位置が悪いのかな？いや、デモ入ってる。よしよしよし。これ一応、端前プリンで警戒して、あとゴブリンバレル守って、同じように繰り返せば大丈夫。横。ふんふんふん。なんかいっぱいやっぱ付け足したくなりますけど、あんま付け足してもそんな意味がないっていうね。いや、ナイト押して。ライドラが？ライドラが？いや、こっち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 。いやー、チェーンしろよー、今のためなら。さあ、まさか。まさか。これ、あるあるっすよね。ユニット、やべ、出しちゃったって。さあ、ライドラでグッドゲームです。まあ、ロケだったね。こんな感じでライドラだったり、スケドラが生きるっすね。はい、よろしく。ああ、もうまたよりポケ来ない。どんな運してんだよ。おい、悪すぎるじゃないかよ。さあ、相手のデッキは枯渇。さあ、あれだな。トルネで金起動でよかったっすね。よいしょ。でも、スケマレなんかね、トルネの金起動ミスりやすいっすよね。ホグと多分一緒だったと思うんだけどな。ここか？もう一個上か？さあ、まあ、待っていいっすね。やりごぶだと迫撃の方かな。バレバレ枯渇ではなく迫撃かメガナイト枯渇の可能性もあるぞこれ。さあ、ヤリコギャング、いやメガナイト枯渇かな、もしかしたら。なんかそっちの方が可能性としては濃い気がしてきた。いや、ディガー使いました。うまい、うますぎる、これ美味しい。そして今回の相手はあの、メガナイト枯渇だと思うんですよ。ということは、もうライドラ、スケドラが、あいつ処理できないんですよね。なんならディガーさえ、僕は受け止めてしまえば、もう、エリポンゲ。いや、もう、来たっすね。フィーバーだ。フィーバーすぎる。あ、これは、まあまあまあ、耐えてもらって。いや、ここは耐えれるよ。絶対耐えれるよ。いや、耐えれる。耐えれる。そして、そして皆さん、エリクサポンプ。いや、これが勝ったでしょ。これ勝ったでしょ。どっからどう考えても勝ったでしょ。で、問題はこの、D が当てます。D がどこに来る？よいしょ。さあ。なんならもう、なんもダメージ与えたくないんでね。あ、キョキ。いや、いい。お、スキャンブル、スキャンブル、触れんの俺の日本に。何やってんだよ。何やってんだ、何やってんだ。さあ、これもう、ゴレー、ランバー、スケドラ、まあなんか、ライドラみたいな。行きましょうか。まあ少々の攻撃はもう無視していいですね。まあスケドラか使うか、いいコウモリっすよね。相手もねやっぱ形組まれると守れねえっていうの分かってますから、形組ませないようにねしっかり逆サイド攻めてきますよね。さあ、もうライドラ追加してあげて、ダックプリも追加してあげてね。でメガナイト蓋が来るがトルネでね、よいしょよいしょ、雪玉とか使ったけど
もうそんなん知らん、そんなん知らん、そんなん知らんがんな言うて、もうユニットねゴリゴリいきましょう。いや、このスケドラがフィーバー起こします。で、落下ダメと小物でね防衛を狙ってくる。いや、うまいんですけど、結局はねチンパには勝てない、かなわない。オッケー。いや、いいね。まあ、エリポンもライドラもスケドラもダックプリも全てがきついっすよね。メガナインドコカツからしたら。メガナインドコカツかも久しぶりに見ましたけど。さあ、ウェイ、ライドラの回で勘で強すぎる、ナイスジジと。いうわけでね、マジこのゴレね、マジで強いと思うんですよね。本当に弱点めっちゃ少ないっす。ちなみに。なんだろうね。もうなんだろうって言われたら、もうなんか実力で負けるぐらいじゃないと相性取られるっていうのはあんまないと思うので。皆さんもぜひね、エリポン立てて、ゴレの声にね、スケドラライドラつけて、ぜひね、戦ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。